貝紫色とは澄んだ赤みの紫。英語名はロイヤルパープル、ティリアンパープル。名前はこの色がもともとガイかの巻ガ貝のエラした線から得られたプルプラという分泌液を化学反応させて染色に用いたことに由来する。分泌液を取り出して日光に当てると黄色から紫に変色する。古代紫とも呼ばれる。 主成分はシューソーを含む、インデン語誘導体の6、6、ジブロモインジ語である。貝紫色の衣をまとった東ローマ皇帝、ユスティニアヌス一世のモザイクが英語では、王者の紫と言われる、ロイヤルパープルを指す。フェニキアのティルスで多く生産されたことから、ティリアンパープル、フェニキアの紫とも呼ばれ、ボーン・イン・ザ・パープルという英語は、王家に生まれたという意味を指す。 しかし乱獲のためか原料の貝が減少したことにより、後には王家の色といえば、ロイヤルブルーと呼ばれる、濃い青に変わっている。貝紫色に用いた、シリアツブリ貝、貝紫色の主成分6、6、ジブロモインジゴ貝紫の名前は、悪気貝かの分泌物を染料として用いたことに、由来し、紀元前1600年頃から、古代統地中海のフェニキア諸都市は、 地中海産のシリアズブリ貝を用いた染め物をはじめ、紀元前1000年頃には、高価な特産物として輸出して、経済的に繁栄し、ローマ帝国などでは、非常に高価な染め物として、特権階級にふさわしいものともてはやされた。中でも、カエサルの紫のマント、プトレマイオスアサエジプトの女王クレオパトラ7世の、帰還の方がこの貝紫に染められていたことは有名で、 新約聖書、マルコによる、福音書でイエスが着せかけられた紫の王者を、象徴する衣もおそらく貝紫であっただろうと、される。染料として貴重であったことも、要因とされるが、当時、貝紫で染められたものには、力が宿ると信じられており、多くの権力者たちが禁じきとして、一般の人間の使用を禁じた。ティルスでは、貝紫での染色を秘伝としたため、 ローマ人たちはこの貝紫の製法を知らず何度も国産化を試みたが成功しなかった。一世紀頃、ティールス紫で2回染めた羊毛をおよそ1ポンドに、対してローマ人はセンデナリウスを支払っていたという。ローマ人の中では、ある種の魚の尾の血で染めるなど間違った製法を信じている者もいた。フェニキアにおける伝承では、メルカルト神が牧羊犬を連れて、 海岸を散歩していると、犬が戯れて、巻貝を噛み砕いた。すると、海岸の太陽にさらされて、貝の血で染まった犬の鼻先は紫になり、メルカルトを驚かせた。メルカルト神の愛人であった、ティルスの妊婦がそれを見て、自らの衣を染めるために、紫の染料をねだったので、メルカルト神は、愛人の願いに応えて、ティルスに、たくさんの巻貝をすまわせてやったというものである。 ビサンティン帝国でも皇帝や皇后、皇位の聖職者の服の色として親しまれた。中世以降の西欧では主にローマ教皇と数機教の衣服の色とされるようになった。中国などの東アジア世界にはあまり広まらず、日本では金縁のイボニシ、赤ニシで天が手ぬぐいに模様を描くなど限定された利用法しか見られない。南米では、 コスタリカやメキシコのドンレーシ村周辺の沿岸に生息するサラレーシ貝を用いて民族衣装のウィッピルを染色する文化が知られる。しかし、吉野ヶ里遺跡で発見された古代の布に貝の色素が発見されていることから上古において中国との交易に用いられた和菌は織こそ未熟だが、赤や貝紫で彩られた美しいものだったかもしれない。 貝紫の主成分6、6、ジブロモインジ5は科学的に合成が可能で、現在のところ実用化はされていないとされているが、2010年、イスラエルのバルイラン大学がより経済的な合成法を提案した。ありがとうございます。